やり水用は日本の財務官僚。熊本県総合政策局長や国税庁次長等を経て環境省大臣官房長。山形県山形市出身。1983年山形県立山形。東高等学校卒業。1987年東京大学法学部卒業。大倉省入省。 大蔵省理財局総務課企画係長、観音寺税務所長、大蔵省銀行局総務課長補佐、大蔵省銀行局中小金融課長,課長補佐、大蔵省主計局総務課長補佐、大蔵省主計局主計官補佐、内閣官房行政改革推進事務局、行政委託型公益法人等改革推進室、企画官、熊本県地域振興部長、熊本県企画振興部長、 熊本県総合政策局長、財務省主税局総務課主税企画官、財務省大臣官房企画官、財務省主税局税制一課、主税企画官兼税制、第二課、財務省主計局主計官、財務省主計局主計官等を経て、2012年財務省、主税局税制第三課長、同年財務省主税局税制第一課長、2014年財務省、 大臣官房政策金融課長。2015年財務省主税局総務課長。2016年6月27日国税庁、広島国税局長。2017年7月7日財務省、大臣官房付県内閣官房内閣審議官、県内閣官房、TPP 政府対策本部員。二千十八年七月十七日財務省大臣、官房審議官。 2019年7月5日財務省理財局次長。2020年7月20日国税庁次長。2021年7月1日環境省大臣官房長。ありがとうございます。